皆さんこんにちは、リコです。新給付金3万円、もしかしたらあなたも対象かもしれません。今話題の3万円給付金、国が想定している対象者は令和5年度住民税非課税世帯。では住民税とはどのような税金なのか、年収も合わせて見ていきましょう。住民税非課税世帯という枠組みは、保険や給付金といった制度においてもよく用いられ、一度は耳にしたことがある言葉なのではないでしょうか。一定額の所得よりも低い場合に課税が免除されるということなんです。例えば国民健康保険制度や高額療養費制度において自己負担額を少なくしていますし、2022年の住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の10万円給付や緊急支援給付金5万円給付、今話題の3万円給付の支給対象も住民税非課税世帯を対象にしています。非課税世帯に該当するか調べたい場合、条件や年収、そもそもの定義などが気になりますよね。本編では条件や年収、非課税世帯かどうかの調べ方などもお伝えしていきます。住民税非課税世帯とは、その名の通り住民税が非課税の世帯のことです。世帯とは住居及び生計を共にする者の集まり、独立して生計を営む単身者のことです。つまり住民税は課税されているものが一人もいない世帯のことを住民税非課税世帯と言います。そもそも住民税とはどういった税金なのでしょうか。住民税とは、都道府県や市区町村が行う行政サービスを維持するために必要な経費を分担して支払う税金のことを指します。教育や福祉、行政サービスの資金のために徴収されているというとイメージしやすいでしょう。また住民税は2つの税金で構成されており、自分の住む町に納める仕組みとなっています。例えば神奈川県横浜市なら、県民税と市民税の2つを合わせて住民税と言います。住民税は前年の1月から12月の課税所得にかけられることになり、1月1日現在の居住地に納税します。そのため1月2日に引っ越したとしても、1月1日時点の住所が基準となるんです。住民税は前年の所得に対して1月1日時点の住所地で課税される税金です。そもそも所得とは、収入から必要経費を差し引いたものを言います。例えば八百屋であれば野菜、人件費、運搬費などですね。なので全体の収入からこれらの経費を差し引いたものが所得となります。令和4年度分の住民税であれば、前年の所得により課税されますので、令和3年の1月から12月の所得額により課税されます。そして住民税は、所得の額に応じて課税される所得割の部分と、所得金額に関わらず個人が等しく負担する均等割の部分から成り立っているんです。所得割とは、納税義務者の前年の所得によって決まります。課税所得に対して市町村税が 6%、道府県税 4% の合わせて 10% が課税されています。均等割は自治体によって異なりますが、一般的には市町村税が3500円、都道府県税が1500円の合わせて5000円が課税されています。この所得割、均等割、どちらも非課税であれば住民税非課税。世帯全員が住民税非課税なら、住民税非課税世帯ということになります。続いて住民税非課税の条件を見ていきましょう。1つ目、生活保護受給者の方。2つ目、前年の合計所得金額が135万円以下の障害をお持ちの方、未成年の方、家父の方。3つ目、前年の合計所得金額が市区町村の条例で定める基準額以下。この3つが条件となっていて、どれか1つでも当てはまっていれば住民税非課税となります。会社を退職した、失業した、所得が低いなど、前年の合計所得金額が市区町村の条例で定める基準額以下の方、この3つ目の条件に当てはまる方も多いかと思います。こちらは市区町村によって異なるのですが、基準額が気になりますよね。あくまで目安ですが、住民税非課税世帯の年収を見ていきましょう。扶養している人がいない単身世帯の方は、年収が100万円以下が目安となります。年収から経費や控除などを引いた所得で見ると、所得が45万円以下となっています。夫婦2人で旦那さんが奥さんを扶養しているという場合、年収は156万円以下、所得は101万円以下が目安。夫婦2人に子供が1人で2人を扶養している場合は、年収が205万円以下、所得は136万円以下が目安。
夫婦2人に子供が2人で3人を扶養しているという場合、年収は255万円以下、所得が171万円以下が目安となっています。これはあくまで目安ですので、詳しくはお住まいの自治体に問い合わせてみてくださいね。続いて、年金生活者の場合の年金収入の目安を見ていきましょう。公的年金等の受給金額により異なってくるんです。公的年金等とは国民年金、厚生年金などですね。単身者の場合は65歳未満の場合、公的年金の年間受給額が105万円以下であれば非課税。65歳以上の年金生活者の場合は、公的年金の年間受給額が155万円までであれば住民税は非課税になります。続いて、夫婦世帯、配偶者控除を受けられる場合、60歳以上65歳未満の場合は、公的年金の年間受給額が171万3000円以下であれば非課税で、65歳以上の年金生活者の場合は、公的年金の年間受給額が211万円までであれば住民税は非課税になります。今までの内容だと私は対象外という方もいるかもしれません。ですが、自治体により家計急変世帯という枠組みが支給対象に含まれている場合があります。そもそも家計急変世帯とはどのような世帯なのでしょうか。令和5年1月以降の家計が急変し、非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯、こちらを指します。令和5年1月以降の収入が図の通りだとします。そうすると3月の収入が低いので、3月の収入 ×12 ヶ月をして、非課税と同様の水準となれば支給対象となり受給ができるということなんです。必ずしも住民税非課税でなければこの給付金は受給できないというわけではありません。ですが、家計急変世帯がお住まいの地域の支給対象に含まれていることが条件になりますので、情報を確認してみましょう。ちなみにこちらの自治体が定める基準額以下というものは、先ほどお伝えした年収の目安というものになります。先ほどもお伝えした通り、こちらは各自治体により多少金額が異なるため確認をしてみましょう。ここまで3万円給付がもらえる年収についてお伝えしてまいりました。すべてはお住まいの地域の支給対象によるんですが、多くの地域で家計急変世帯は対象となっています。なので必ずしも住民税非課税世帯だけがもらえるという給付金ではないということなんです。もし課税世帯でも家計急変世帯に該当している場合、対象ですよというお知らせは来ません。ご自身で調べて申請しない限り給付金は受給できませんので、一度調べてみることをお勧めいたします。その他お金に困らなくなる3つの知識としてブログも書いています。概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。では皆さん、いつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連、様々な分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。